みんなハッピーえ、わびくさや、つわものどもが夢のあと。ということで、こんにちは、キノチューブです。この、わびくさがですね、もうハゲ山になってまして、私の頭みたいになってまして、というのはこのエンジェルたちがですね、多分つついて全部引っこ抜いちゃったんですね。なのでこれを取り除いて、ちょっとレイアウト変更してみたいと思います。そしてこの前もしかしたらエビがですね、まだ1匹生きてる可能性大ということで、時々シュッシュッってこう通り過ぎるんですけど、早くて分かんないですね。でも目では確認できないんですけど、多分いると思いますので、エビちゃん用にですね、レイアウトをちょっと変えてみたいと思います。それでは早速やってみます。はい、それではちょっと見ていきます。こんななってますね、今ね。もうこれはダメでしょ。これはちょっとメダカの発泡スチロールの方に移したいと思います。それでとりあえず以上で、お登り袋と目だけやっていって、これもちょっと取りますね。はい、今、新しい小物をですね、入れるところを掃除したんですが、結構汚れていまして、濁っていますが、少しずつちょっとレイアウトしていきたいと思います。まずはこれですね。これエビがこの中に入れるように、エビの隠れ家としてちょっと入れます。この上にですね、これを種を上に乗せます。で、これをこれも結構これだけになっちゃいました。はい、どけよ、はい、どけ、はい、どいて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 、はい、こんな感じですね。はい、そこにで買ってきたこの鳥かごみたいですね。これもコリドラスと
めよう。あとこれですね、エッフェル塔みたいな。で、この容器ですね。こうするか。グリーンスマトラがですね、アナカリス食べてますね。結構むしゃ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 食べてます。こんな食べんですね。あ、なんだろう、なんか違うの食べてる。つついた、ジュリをつつきました。あ、やっぱ葉っぱ食べてますね。葉っぱを結構このスマトラも暴れん坊だということで、他の魚と一緒に飼えないっていうふうに書いてあったんですけど、スマトラは活動量が多くてですね、暴れん坊で他の魚と混遊は難しいって書いてあったんですが、うちの水槽では、一番強いのがこのエンジェルフィッシュの白ですね。その次が黒 でその次がスマトラというスワトラの島の方で、その次がグリーンスマトラということになりますね。でシルバーシャークはやっぱり結構おとなしいおっとりした、性格のようで、他をつついたりとかそういうことはしないですね。ナマズ科の一種だというので、ジュリーとかパンダの、同じような温厚な性格だと思いますね。控えめに、暮らしております。今新しい容器にですね、エビの隠れ家にグリーンスマトラが入りましたね。これ入っちゃうんだな、入れるよな。これに入ってエビを追い出したりしないといいんですけど、入れるんですね。シマトラは、スマトラの方は入れるのかな。入りそうな気もするな、斜めになって。あ、そうか、もうちょっと小さい方が良かったかな。まあちょっと様子見たいと思います。